続いて右方向です。左方向です。続いて目的地です。これか、これだ。その中は、はい、あのライトなんて5部屋のハニカム構造って書いてあったですね。で、あの先っぽこれ、はい、これがあの鉄で一番硬いアビレックスってやつ、うん、ちょっと使ってます。で、このブラケット、これは溶接したら補強板兼用、補強ね、なるほど、そうです、そうです。740、74センチ。溶接したばっかりだ。あ、大丈夫。うん、いいですね。こういうぐらいのやつなら使う。あれだけあれですよ、前の方がいい。そう、前の方がいい。どのぐらいまで使いますか。うん、アームに手前に引かないようにして、そう、当ててもうバケットかぶせるだけ。どうですか山本さん。完璧ですよ。こんなに楽になるとは思う、うん、ねえ、だから今まで嫌だった作業がね、問題なくできた。ドロドロになってやってたやつが、ね、まあ便利にお使いください。ありがとうございます。簡単ですね。30秒って書いてあった。